Hello. You are listening to After 5 English YouTube blog. Hello and welcome back to After 5 English YouTube blog. My name is Kumiko. こんにちは。After 5 English をご覧いただきありがとうございます。Kumiko です。よろしくお願いいたします。というわけで、今日は10月7日にこのビデオを撮影しているんですけれども、ユニクロに行ってまいりました。I went to Uniqlo. It opened...Yesterday at Metrotown. Metrotown というモールがバンクーバー近郊にあるんですけれども、ユニクロがそのモールの中に昨日オープンしたんですね。で、行ってきたんですけれども、行列をこう表すかのようなロープがバーっていっぱいあって、入場制限はされてなかったんですけれども、入場する箇所が限られていて、あ、ちょっと今日はレジに並ぶのやめとこうって思いました。でもユニクロが近くにできたのでとても楽しみです。ちなみにこのシャツはユニクロでは買っていません。これは友達の旦那さんなんです。友達の旦那さんがデザインした旦那さんのポートレートのシャツです。 It's my favorite at the moment. というわけで、今日はですね、語尾伸ばさず母音伸ばすのコツをいくつか解説してみたいなと思います。例えば、昨日さ新宿に行ってきて友達とって言って、こう語尾を文章の最後を伸ばすのが日本語の特徴なんですけれども、それと同じことを英語ではやっちゃいけませんということです。これは固くなにしないでくださいと言いたいです。なんでかっていうと、まず聞き取りづらいんですね、それをされると。例えば I went to 新宿 yesterday and do it's not English at all. なので Stop doing it. Stop.この語尾を伸ばすっていうのは母音があるから伸びるんだと思うんですね。 AND の D っていうのは子音です。これは伸ばせないんです。 D って音にしかなりません。 With も D って音にしかならないので、音上ありえないんですね。じゃあどうするかっていうと、 I went to 新宿 and I went out with っていう感じで、母音 A, E, I, O, U を伸ばしてもらいたいんです。考えるときにどうしても伸びちゃうと思うんですけれども、その考えるときこそ母音を使って伸ばしてみてください。渡されたものを読んだりするとき、原稿なりなんなり、そういうときは読めると思うんですけども、いざ会話をするってなったときに考えながらやっぱり会話をしていく、そのときについつい日本語の癖が出てしまうと思うんですけれども、本当にそれは良した方がいいと思います。ここで一回子音の練習をしてみたいと思います。 Repeat after me. B K S D F G J H J K L M N P Q R S T VYZ F D F CH SH M とか N もしくは B みたいに、でこう声帯が震える音は出ると思うんですけども、母音は出ていません。 A E I O U もしくは A A U この辺の音は出さないように、ない音は出さないが鉄則です。それと同時に S が語尾についてる時、例えば複数形だったり三人称単数、これはしっかりと発音してもらいたいです。例えば Congratulations、 これは実は Congratulations が一般的なんですね。 I want、 これはありなんでしょうけど、 He want ではないです。 He wants って音が出たり、 Z って音が出たりします。母音よりも子音なんですね。日本語にはない音のリズムは子音で形成されています。なので今日の rule、 語尾は伸ばさず母音伸ばしでこれから英語の会話をしてみてください。 Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye for now.